では漢字ビデオを紹介します。この漢字ビデオは扉 Gateway to Advanced Japanese Learning through Content and Multimedia の教科書、えー、漢字レッスン1から5までの Reading and Writing の漢字を紹介します。で、このビデオでつくわ、えー、使われているリソースなんですけれども、えー、この漢字 Alive このウェブサイトから 多くのリソースを取っていますではレッスン1の漢字なんですけれどもレッスン1ではこの19の漢字を紹介しますまず最初の漢字ですけれどもこの漢字意味は City あるいは Market の意味がありますそう、so, このトップパートですよね imagine a kind of a roof of a house or some building. それからこの下のパートなんですけれどもこのパート意味は clothes の意味があります。So、uh, there is a clothes under a roof.This must be a market or a store. そして、えっと、読み方なんですけれども日本語の漢字にはえ音読み、音 reading それから 訓読み、訓リーディングがあります。So, in this video, 音読みこれはすべて、えー、カタカナで書きます、えー。この漢字の音読みですけれども、しです、えー。よく使われるのは、プロパーネームで、例えば、横浜市、横浜市、えー、それから、都市、cities or urban area、それから、市内、 こ,れ city この漢字は within の意味があります。So, within city. えー、それからこれ市民ですよね、えー。この漢字なんですけれども、people の意味があります。So, 市民これ citizens. えー、それからこれは市長 mayor、そして市役所、city hall。訓読みの方なんですけれども、訓読みでは1という読み方です。 例えばこれ市これマーケットそれからあの市場これもマーケットですで同じ漢字なんですけれどもストックマーケットビジネスマーケットの時には同じ漢字がこれが市場というふうに呼ばれます気をつけてくださいでは次の漢字に行きます えー、この感じですけれども、意味は flat、calm の意味があります。えー、そして、このパート、This part itself actually means drying.So you put two C's on the drying field to, to make it flat. で、えー、っと注意してほしいのはですね、えー、っとこの、えー、っと direction ですよね、この two dots はこの direction でお願いします。 こちらのディレクションはこれはダメです。気をつけてください。で、読み方、音読みですけれども、hey、それから秒というのがあるんですけれども、例えば平均 average、例えば日本人の平均寿命、average life expectancy ですよね。それから平日、これは weekdays、 よく使うのが平日は忙しいですが週末は暇です暇だそれから平気な unconcerned 平気な顔をしているこれがアジェクティブですそれから平等なこれもなアジェクティブなんですけれども人間はみんな平等だ human beings are all equal 訓読みの方ですけれども訓読みではタイとかヒラという読み方があります例えば平らなこれは flat 平らな土地 flat land それから手のひらこれは手は大丈夫ですね hands そしてひらそうこれで、えー、palm それからこれ面白いんですけれどもひら社員社員っていうのは会社の社員なんですけれども もうフラットですけれども Employee without a title これを平社員と言いますそしてひらがなカタカナみんながよく知って,よく知っているひらがなカタカナなんですけれどもそれもこのひらというこの漢字を使います次の漢字ですけれどもこの漢字意味は transmit という意味です、えー、このパート、このラディカルですよね。このラディカルは person の意味があります。えー、それからこれは to 1 2、2の n d Imagine two people are sitting and transmitting some messages or information.So the whole kanji means transmit. で、えー、と読み方なんですけれども、音読みででがあります。例えば、伝統。 tradition 伝統的な行事が日本にはたくさんありますよね。そ、so, う伝統 tradition 伝統的これはな adjective traditional。それから伝言する to convey message。伝染する to transmit disease。それからえっ、ー、と宣伝するこれ to advertise。例えばよく電話なんかで。 ちょっと伝言を残したいんですが、uh, I'd like to leave a message こんな言い方もしますそれから、まあ、この病気に伝染してしまった be transmitted、uh, それからこの商品を宣伝する、uh, to advertise uh, this uh, product こんな使い方があります訓読みですけれども、えー、訓読みでつた、uh, 例えば、伝える。これは、まあ、to tell、えー。これは transitive です。例えば、このメッセージを伝えてください。えー、でも、intransitive は伝わる。メッセージが伝わりました。気をつけてください。伝える。これは transitive ですから、メッセージをを使います。あと、みんながよく知っている手伝う。すいません、ちょっと手伝ってくれませんかこんな使い方をします。 ででは次の漢字です、えー。この漢字ですけれども意味は separate それから another という意味があります、えー、特に漢字のお話はないんですけれども2、えー、つ気をつけてください、えー、このパートですねここはクロッシングじゃありませんこれ気をつけてください、えー、それから、えー、とこ,こ,こちらのパートなんですけれども、えー、こちらは短くそしてこちらは長くそしてここにあのフック 忘れないいででくださいで読み方なんですけれども音読みで別という読み方があります例えば特別なスペシャルなアジ c t ティブですそれから別々にセパレ l y それから別世界ここ小さい2ですので気をつけてください another world あと差別する to discriminate 区別する to differentiate、uh, でちょっとコメントがあります あのなアジェクティブですよね、これ、特別な部屋。Uh, でも、もし、アドファーブとして使うとき、特別に扱わないでください。Don't treat me、uh, especially という、に、な気をつけてください。それから、まあ、女性を差別しないでください。Uh, Don't discriminate women、uh, ですよね。 それから何々を区別する Differentiate なんですけれども A と B を区別してくださいこんな使い方をします、えー、訓読みの方ですけれども和歌、えー、という、えー、読み方をします例えば別れる、えー、彼と別れた、えー、Separated from him なんですが ここ、あの英語で考えると from っていうのでカラーを使うかもしれませんけれどもカラーはダメです。日本語の時にはいつも彼ととを使ってください。はい、以上です。では次の漢字です、えー。この漢字ですけれども意味は shape で えっと、こちらのパートですねこれは Imagine the、uh, gate of the shrine and before you come into that gate you better actually shape your hair、uh, というのでこれ shape の意味がありますで読み方ですけれども音読みで 形あるいは行という読み方があります。えー、例えば人形、動、この時には行ですよね。えー、それから形式、えー、これフォーム、フォーマットの意味があります。それから、えー、正方形、これはスクエア、長方形、これはレクタングル。あとあの形容詞、えー、アジェクティブ、ね、例えばいいアジェクティブ、いい形容詞とかこういう使い方をします。 それからですね、えっと、動詞であの形成する。この性、この漢字なんですけれども、えー、なるという意味があります。So, 形、shape、become a certain shape というのは、to form という意味があります。それから、変形する、えー。変という意味はですね、これは change の意味があります。So, 形を変える、to transform。 次に、えー、訓読みですけれども、えー、訓読みの読み方としては、まあ、主に形というこれだけで大丈夫です時々型という読み方もあるんですけれども形だけで大丈夫です、えー、例えば、えー、家の形車の形こんな使い方をします次の漢字です えー、この漢字ですけど、意味は decide の意味があります。で、えー、とこちらのラディカル、えー、これはみんながよく知ってると思うんですけれども、water、えー。それからこのパートですよね、右側のパートなんですけれども、imagine some headmaster or headman in the village、uh, to decide the water distribution. So the whole 感じ becomes decide. で、 読み方なんですけれども、音読みで「決という読み方があります。例えば、決定する。えー、これ小さい2ですので気をつけてください。えー、決定する、えー。to decide。それから、決心する。えー、to determine、えー。それから、解決する。えー、to resolve、えー。決勝戦。これは final game です、えー。そして、決して。 これは never なんですがちょっと今からあの使い方を、えー、見てみたいかと思います、えー、例えば優勝者は彼に決定しました winner、uh, we decided on him、えー、何々に決定するにを使います、えー、それから決心する to determine なんですけれども、えー、例えば大学院に行くことを決心しました それから解決するこれも transitive verb ですだからこの問題を解決してください resolve this problem それから決してですよねこれはいつもネガティブと一緒に使われますそう彼女,の彼女のことは決して忘れません I will never forget about her こういう使い方をします えー、訓読みなんですけれどもこれは「き」えっ、ー、と transitive verb これは何々を決める to decide on something それから何々が決まる、えー、これは i n t r a n s i t i v e です、えー、何々が決まる何々を決める particle に気をつけてください では次の漢字見ていきましょう。えー、この漢字ですけれども、意味は、ハーモニー、ペース。それからよく、ジャパンという意味も出てきます。この左側のラディカル、これは、ライスプラントの意味があります。shape of、uh, some r i rice p l a n t ト。それから、右側、これはみんなよく知ってますよね。mouth。So, uh, if uh, you have rice in your mouth, it's peaceful. so this is harmony peace and Japan で読み方なんですけれども音読みでは和とかおというのがあります。えー、よく使われるのがですねこんなふうに、えー、ちょっとプリフィックスみたいなんですけれども和食これは j a a p s e s t y l e あの食べ物 それから洋食、和食、例えばお寿司とか。それから和室、これは日本のスタイルの部屋、Versus 洋室、これはベッドがあるような、Western style の部屋という意味ですよね。それから和服、例えば着物、Versus 洋服。それから平和というピースの意味があります。 あとは、えー、音和音和なというので、mild とか gentle という意味があります、えー。訓読みなんですけれども、やわとかなごという読み方があるんですけれども、よく使われるのが、まあ、やわらげる、to soften、えー、それからやわらぐ、えー、これは、to soften、えー、こちら、やわらげる、これが transitive、そして、やわらぐ、これが intransitive です。 あと、まあ、和やかな、peaceful なアジェクティブですけれども、古、えーや,ま、やかな、えー、時代です。peaceful time という、そんな使い方もあります。はい、では次の漢字です。えー、この漢字ですけれども、意味は target。 それからよく使われるのはですね、アジェクタ v バルサフィックス、なアジェクティブを作るサフィックスとしてもよく使われます。で、漢字のお話、まあ、意味はないんですけれども、あのこれ、えっと、訓読みで的っていうんですけれども、まあ、この意味はですね、その日本のアーチェリー、弓道のこれ、的、target です。で、訓読みなんですけれども、敵、えー、例えば、 日本的な、ジャパニーズ、歴史的な、ヒストリカル、それから国際的な、インターナショナル、要するに名詞についてアジェクティブを作る、そういったファンクションがあります。これ、私的な、これ分かるでしょうかこれ、プライベートという意味です。あと、的確な、これは precise とか appropriate。 それから目的、ポップス、この時にもこの敵が使われます。あと、訓読みでは的、さっきも見ましたけれども、このターゲットの意味があります。次の漢字です。この漢字ですけれども、意味は build の意味です。 でこちらのこの左側、このラディカルなんですけれども、これ意味としては、to move、uh,、と stretch、そんな意味がありますでこ。このパートですよね、これ、you can imagine、uh, someone holding、uh, some pens or pencil. So, together, moving the materials based on the plan、uh, drawn by hand, meaning to build. で読み方ですけれども、音読みでは県、県、えー、例えば、建築、アーキテクチャー、えー、それから、建設する、これは to construct、トゥコンストラクト。訓読みなんですけれども、たというのがあります。えー、何々が建つ、これは、イントランシティブです。例えば、新しいビルが建つ。えー、それからその、その、トランシティブバージョンですよね。これ、建てる、えー。新しいビルを建てる。 パーティクル気をつけてください。あと、あのちょっと読み方があのエクセプションになるんですけれども、これ、建物、ビューディングス、それから2階建て、3階建てっていうような、2 stories、あるいは3 stories、こんな使い方もあります。はい。 ででは次の漢字ですこの漢字ですけれども、意味は beautiful、それから beauty の意味があります。こちらの上のパートですよね、これはまあ意味としては sheep。それから下、ここはまあ die。so imagine that a big sheep is beautiful というので、together beautiful beauty の意味がありますで。読み方なんですけれども、音読みでは be 例えば美人、美女、まあ、どちらも beautiful woman なんですけれども、それから美術館ですね、museum、それから美容院、beauty salon、こんな使い方があります。あと、訓読みでは美しい、大丈夫ですね、美しい、beautiful。それから、これはちょっと特別な読み方になるんですけれども、 「おい、えー、しい」えー、これを「美しい」という、えー、この漢字を使います、えー、この、えー、このご飯は「おいしい」ですね「delicious、えー」というあのもちろんひらがなで書いてもいいんですけれどもあの日本人の人でこういうふうに「おいしい」えー「美しい」という「美しい味」「s t テイスト」「ビューティフルテイスト」という書き方をする人もいます。 感じですえー、この漢字の意味はアイランドの意味です。で、えー、っとこのパート、これは、まあ、みんなもよく知っているマウンテン。そしてこの上の,あの外側の方、これ鳥、birds このような形をしているわけなんですけれども Imagine a mountain surrounded by birds. It's an island.、まあ、こんな覚え方で大丈夫かと思います。 えー、それでですね読み方音読みなんですけれどもと例えば日本列島ジャパニーズアーキペラゴそれから半島ペニンシュラそれから無人島これは人がいない島という意味ですよねで訓読みの方なんですけれども、えー、と島 Island それから島国 IslandCountry えー、宝島、Treasure Island なんですが、えーっと、よく日本は4つの大きい島でできている。北海道、本州、四国、九州ですけれども、4つの大きい島、えー、という使い方。それから日本は島国だ。そうですよね日本はあの4つの大きい島と、それからいくつものたくさんの島から、島でできています。 では次の漢字に行きます、えー。この漢字ですけれども意味は difference、えー、この感じでちょっと気をつけてほしいのはですね、えー、こことこのラインは1つのラインじゃありませんですからこんなふうにワンラインを使うのはやめてくださいで読み方なんですけれども音読みではさ、えー、例えば、えー、さ、まあ、difference 日本と アメリカでは文化の差がたくさんあります。There are lots of cultural differences、uh, という使い方。Uh, それから、大差、これは大きな差、big difference、uh, 時差、これはいいですね、時間の差というので、time difference。みんながよく使うジェット a g というのは時差ボケという言葉があります。Uh, それから、個人差、個人 というのは individual, so individual difference. それから差別する to discriminate.、えー、人種差別、これは、uh, racial discrimination という言葉です。あと訓読みなんですけれども、えー、ちょっとイディオマティックな使い方かもしれません。えー、例えば差し当たり for the time being、えー。よく使うのがですね、まあ差し当たり大丈夫でしょう。 それから、差し支えなければ。If it's not a problem. 何かをお願いするときによく使います。差し支えなければ、教えていただけないでしょうか。こんな使い方があります。次の漢字です。 えー、この感じですけれども、意味は remain、それから、ruthless の意味があります。えー、とこちらの,あの左側ですよね、これは、えー、とこれ死ぬ、to die なんですけれども、えー、意味としては、まあ、death、それから、dying、こんな意味があります。それからこちらの右側、これ、まあ、imagine uh, this uh, 漢字 shallow、uh,。So, one way to remember this、uh, character is The remain of a shallow death is ruthless. あんまりいい覚え方じゃないんですけれども、えー、読み方の方に入ります。読み方、音読みなんですけれども、残。えー、例えば、残念な、unfortunate、えー。残念な結果だったね。unfortunate, the result、えー。それから、残業、overtime work。えー、日本の会社では、 まだ残業がたくさんある。そうですよね。えー、っと、オーバータイムワークがたくさんある。それから残高。えー、これはバンクバランスのことです。えー、僕の、えー、銀行口座。銀行口座っていうのはバンクアカウントの残高はあゼロだ。次に訓読みの方なんですけれども。 えー、これ、イントランシティブ、それからトランシティブのペアです。えー、これが残る。何々が残る、えー。イントランシティブ、それから何々を残す。えー、こちらがトランシティブそう。お金が残る。それからお金を残す。まあ、この場合には、えー、Leave some money というような意味になってきます。 ででは次の漢字です、えー。この漢字ですけれども意味はスペシャルの意味があります。で、えー、っとこちら右側これはみんなよく知ってますよねこれはテンポルそれから左側こちらのラディカルこれはカウウウシです。So some s o temples actually have a special treatment、uh, for cows というので、まあ、これ、えー、together it means special 読み方なんですけれども、訓読みはありません。えー、で音読みとだけなんですけれども、特、え、く、ー、という読み方をします。えー、例えば、特徴、feature、特急、えー、これ、express train ですよね。それから、特別な、special、えー、独特な、unique、えー。ちょっと例文を見ていきましょう。例えばですね、えー、日本語の特徴、feature。 日本語の特徴は何でしょうか例えば、日本語の特徴は敬語ですとか、そんな使い方があります。あと、あの特急に乗ってください。Express Train。それから、これは特別な料理です。A、special cuisine。それから、独特な味がしますね。This has a unique taste という使い方です。 ででは次の漢字です、えー。この漢字ですけれども意味は attain でよく使われるのはですねプル、えーラルサフィックスとしてもよく使われますでちょっといるあのパートを見ていきましょう、えー、このパートこれは sheep、えー、それからこの上のところこれは soil とか ground 土曜日の土ですよね そしてこのラディカルこれは日本語で信用というんですけれども意味としては road, walk, to advance という意味です。So if a shepherd can bring or move a sheep to a particular ground then he attains a goal.So attain という意味ですで。読み方なんですけれども音読みでは立つ例えば到達する To reach,、えー、月に到達しました。それから、発達する、これは、えー、to develop、これはイントランシ e です、えーと。例えば、ロボットの技術が発達しています。まあ、to develop というか、a d v a n c e のような意味ですけれども、それから、配達する、これは、to deliver、例えば、手紙を配達してください、あるいは、郵便配達。 Uh, by mail というあれですねそれから即達これは ExpressDelivery、uh, えー、例えばこの手紙を即達で送ってください byExpressDelivery、えー、という使い方です、えー、訓読みの方なんですけれどもこれはあのプロラルフォームのサフィックスとして使われます例えば私たち これ私は愛ですけれども私たちというので、ウィ。子供、これは child でも子供たちというので、これは explicitly express plurality です。子供たち。それから学生たち。友達、これは一つの言葉なんですけれども。で、アニマ l s ですよね人間以外のもの、えー、これでもちろんこのタ「ッチこの漢字を使ってもいいんですけれども日本人の人でよくひらががなを使う人があいますそれからですね本ッチとかインアニメイトオブジェクトにはこの「ッチは使わないでください。 ででは次の漢字です、えー、この漢字ですけれども、意味は warm。でこのパート、このラディカル、えー、もうみんなよく知ってますよね、water。えー、そしてこのパート、sun、えー。そしてこの漢字なんですけれども、このパート、これ、by itself、plate、皿です。So, if you put a water,、uh, the water on the plate under the sun, that water b e comes warm, so the whole thing、uh, meaning は warm の意味です。で、えー、と、読み方なんですけれども、音読みでは音、えー、例えば、温度、temperature、それから気温、えー、これはあの、air の意味がありますから、air temperature、えー、それから体温、えー、これ、体ですよね、body temperature、えー、それからこれ、温度計 えー、温度、これテンプレチャーですけれども、この漢字、これ測る、to measure の意味があります。そう、ファルモメトの意味です。えー、あと、えー、みんなが大好きな温泉、hot spring あと、温暖な、mild こんな使い方があります、えー。訓読みなんですけれども、温た,た、えー、で、これもト i ン e ティブ、イント s ン t ティブのコントラストがあります。例えば、 何々を温めるこれは transitive スープを温めてくださいそれから何々が温まるこれは intransitive ですスープが温まりましたあとアジェクティブで温かいウォームですよねもう12月に入ったけど温かいですねこんな使い方があります はい、では次の漢字です、えー。この漢字ですけど、意味は、uh, to perceive、それから remember、awake という意味もあります。で、えー、とこのパートなんですけれども、上のパート、これ,、えーこれ、学ぶですね、これ、学校の学なんですけれども、そ o、so, learn、そして、この中、下のところは、見る、to watch ですね。so you learn something. through watching、so。Uh, という意味なんですけれども。読み方、えー、音読みは書くというの、えーえー、読み方があります。例えば、感覚、センス、センセーション。ええー、それから、覚悟する。えー、これ、to prepare、uh,。be ready というような意味ですけれども。あと、自覚する。to become aware of oneself。で。 訓読みの方、これは覚える。例えば、この漢字を覚えています。I remember this、uh, 漢字。もちろんあの、覚えてくださいって言っても、memorize this 漢字というあの意味にもなります。それから、覚める、覚ます。これまた、intransitive、それから transitive のペアなんですけれども、覚める、これは intransitive。目が覚めました。 I got up, I woke up という意味です。それから、目を覚ます。これが、これも I woke up なんですけれども、例えば、目を覚ましてください、wake up という、こんな使い方もあります。あと、みんながよく知っている目覚まし時計、この漢字を書きます。 はい、では次の漢字です、えー。この漢字ですけれども、意味は explain, theory, それから opinion、こんな意味があります。で、えー、とこの radical ですけれども、もう知ってますよね、みんな、えー、とこれは、あの、language に、えー、language、それから speaking に関係がしたものなんですけれども、So you can imagine、uh, someone with a b で g mouth Uh, talking and explaining or expressing、uh, his theory or opinion。こんな、uh, 意味です。で、えっ、ー、と読み方なんですけれども、えー、音読みで説それからぜという読み方があるんですけれども、えー、例えば説明する to explain ですね。それから説得する、えー、to persuade、演説する。 えこれは to give a speech、えー、それから小説これは novel いい、ね、小説家これは小説を書く人、えー、それから仮説 hypothesis こんな使い方もあります、えー、訓読みなんですけれどもあまり使わないかと思うんですけれども解くというこれまあ to explain なんですけれどもえちょっと特別な言い方なんですけれどもまあ仏教が解く教え the teaching t h t h e buddhism explains、uh, あるいはパスウェイドそんな、uh, 意味ですはいでは えー、レッスン1の最後のラストキャラクターのレッスン1この漢字ですけれども意味は choose それから elect の意味があります、えっと、このパートなんですけれどもこの漢字 by itself actually means individual so you see two people そしてこのパートなんですけれどもこれともに together の意味があります So, two people together going to the market and choosing which goods are to select. Well, そんな意味です。ですか So, the whole thing means to choose, あるいは elect の意味です。で、読み方なんですけれども、音読みで選、例えば選択する、to choose、選考する、uh, select、それから当選する、これは To be elected. あと、選挙、エレクションですよね、えー。大統領選挙。大統領っていうのはプレゼントです、えー。大統領の選挙という意味です。それから、選手。これはプレイヤー。野球の選手、えー、オリンピックの選手。こんな使い方があります。訓読みは選ぶ。えー、何々を選ぶ、えー。トランスティブバーブです。例えば、 好きなものを選んでください。Choose whatever you like。こんな使い方です。